鈴名は台湾の台東県出身のプロ野球選手。宇と右内ち。ニックネームは牧師。国立台湾体育学院在学中の2006年に第1回ワールドベースボールクラシックのチャイニーズ台北代表に選出された。11月から12月にかけて開催された同ハアジア競技大会の野球チャイニーズ台北代表に選出された。同大会では 優勝を果たした。2007年にクリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結んだ。2009年開幕前の3月に開催された第2回 WBC のチャイニーズ・台北代表に選出され、2大会連続2度目の選出を果たした。同大会では、第2戦の対中国戦で4回途中3失点と崩れた。 林がくなりの後を2番手として登板し、2イニングを被安打に4奪三振と高騰したが打線が点を取れずに、チームは一時リーグ敗退となった。2011年から中華職業ボーダマ大連盟の兄弟、エレファンツに所属する。2012年9月21日に第3回 WBC 予選のチャイニーズ台北代表が発表され。11月には、 第3回 WBC 予選前にキューバ代表との国際親善試合であるサンダーシリーズのチャイニーズ台北代表に選出された。2015年オフに中心兄弟から戦力外通告を受けた。2017年にトミックにガーディアンズに入団し、12月28日に今季限りでの現役引退を発表した。最速時速1 5 6トルのストレートにスプリット、 スライダー、シンカー、カーブを武器とする。請求力が課題であったが、2012年は、請求力が大幅に向上した。後に、イップスのせいで請求がひどくなり、戦力外通告を受けたが、1年のブランクを経て府、国ガーディアンズに入団してからは、嘘のように請求力を取り戻した。ありがとうございます。